1955年、マリア・トール・チーフは、アメリカ・オクラホマ州フェアファックス出身のバレエダンサー。本名は、エリザベス・メアリート・トール・チーフ。父は、アメリカ・インディアンの王政治族州長、母は、スコットランドとアイルランドの血を引く白人だった。幼少時代に、カトリックの学校に通い、後に、一家は、ビバリー・ヒルズに移住した。そこでマリアは、 ブロニスラバ・ニジンスカの下で5年間学んだ。ニジンスカのバレエ哲学が彼女の基礎を作ったという。夜眠るとき、バレリーナのように眠りなさい。通りでバスを待っているときも、バレリーナのように立つのよと教えられたと後に語っている。プロの踊り手を目指した17歳のマリアは、自分で芸名を、マリア・トール・チーフと決め、ニューヨークへ移って、オーディションを受けた。彼女は、 バレエリュッスとモンテカルロに加わり、すぐに頭角を現した。グルジア生まれの振付屋、ジョージ・バランシンは、彼女のために、いくつもの作品を創造している。二人は1946年8月に結婚し、1952年に離婚した。子供はなかった。マリアは、ニューヨークシティバレエ団の最初のプリマバレリーナとして、 1947年から1960年まで、その座にあった。バランシンは、同じバレエ団の主席振付屋だった。1949年、マリアは、バランシン振付の、火の鳥を踊った。この作品でマリアは、パリオペラ座にも立った。バランシン版、くるみ割り人形のコンペイトーの姓も、彼女が最初である。世界的な成功を収めたマリアを称え、 1953年に大統領ドワイト・アイゼンハウアーは彼女をその年のウーマン・オブ・ザ・イヤーに選定した。マリアはニューヨーク・シティ・バレエのみならず世界中のバレエ団と踊り続け、1965年に引退した。その後、1981年に妹マージョリーと共にシカゴ・シティ・バレエ団を創設し、 1987年まで芸術監督を務めた。2013年4月11日死去。88歳没。マリアは1956年6月にシカゴ出身の建築家ヘンリー・パスチェンと再婚。2003年にヘンリーが亡くなるまで連れ添った。一人娘エリスは詩人として成功を収めている。実妹マージョリーも姉マリアと同じく、 バレエダンサーである。アメリカンバレエシアターなどでキャリアを積み、1957年にアメリカ人としては初のパリーオペラザバレエ団のエトワールとなった。オペラザ対談後は1964年から1966年の間、オットスキビンが創設したハークネスバレエ団に参加。シカゴシティバレエ団創設後は同バレエ団の学校長に就任した。ありがとうございます。